ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は青果町にございます 2DK の賃貸アパートアミティ花という物件をご紹介させていただきます。こちら 2DK のアパートですので、単身の方からファミリーさんまで幅広く対応しております。それでは早速中をご紹介させていただきます。まずはキッチンのスペースとなっております。こちらですね、ダイニングテーブルなどを置いていただいて、ゆっくりとお食事などを楽しんでいただけるスペースとなっております。キッチンの方もですね、このように大きなものがついておりまして、収納の方もですね、上の収納ですね、真ん中には水切り棚がございまして、そして収納、下の収納ですね、このようにたっぷりとございますので、調理器具など十分収納していただけます。またこちらですね、床下収納もございますので、こちらも活用していただければ非常に多くのものが収納できます。こちらですね、コンロを置いていただいて、換気扇の方も大きなものがついておりますのでご安心ください。また、キッチンからですね、すぐのところ、こちらですね、リモコンの給湯ボタンございますので、こちらの方で温度設定などは、すぐにしていただけます。それでは、隣の洋室をご紹介させていただきます。こちらはキッチンの隣にございますので、リビングスペースに使っていただける、洋室となっております。南向きですので非常に明るいお部屋となっております。こちらのお部屋にはエアコンがこのようについておりますので、1台は買わずに、安心ですね。そして、ここを開けていただければ南向きのバルコニーに出ることができます。日当たりもありますので、お洗濯物なども十分干していただけます。それではですね、キッチンの横の水回りの先にご紹介させていただきます。こちらが洗面所のスペースとなっております。洗面台ですね、奥の方にございまして、人気のシャンプードレッサーとなっております。左右にしっかりと物を置けます。そしてこちら洗面所 L 字型となっておりまして、ここがですね、室内の洗濯機置き場、そして、お手洗いとなっております。そしてここを開けるとお風呂となっております。お風呂はですね、このようにシャワーもございますし、ゆったりとくつろいでいただけるお風呂となっております。そして、先ほどのキッチンのスペースに1回出ていただいて、2つ目の洋室となっております。こちらもですね、窓が非常に大きくて明るいお部屋となっております。また、収納の方もですね、壁一面が収納になっておりますので、こちらですね、3段に分かれている、収納ですね。で、さらにこっち側も同じようにこのような形で収納になっておりますので、非常に、衣類などをですね、多くのものを収納していただけます。そして、こちらですね、扉を開けると廊下に出れてという形になっております。玄関のスペースなんですけど、玄関の横にもですね、こちらこのように収納がございますので、非常に収納力のあるお部屋となっております。また玄関のスペースも広々としておりまして、下駄箱ですね、このようにこの字型にしっかりとございますので、散らかりがちな玄関もですね、すっきりと収納することができます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了させていただきます。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。